しぐれは一体どこに？これがこの世界の真のお分かりになりましたか？いいえ、あなたはすでに気づいている。自分が因果関係という論理を超越し、なぜあなたはニルナンバーを知っていたのです？ホログラムの私がそれを告げるのは今か。しかも教える相手は二人の水木。私は彼女たちに、ところがどういうわけか、なぜです？これは明らかな論理矛盾。そしてこのことは、この世界の構造に大きなほころびがあることを示しています。それを覆っていたものが取り除かれ、現私は先ほどこう言いましたね。布の一部にほころびが生じれば、やがて糸が、その結果がこれです。私たちは今、その穴の中、虚構世界に開いた空洞の中に。あなたは、けれど、今この時、この瞬間を迎えるために、あるいは、これから行うと、縦糸と横糸の交点、このことを実現するために、これからなされるとも いずれにせよ、世界はこうして破綻し、私は解脱を果たすことに成功しました。あなたのおかげで。さて、これ以上の説明は不要でし、お礼と言ってはなんですが、ここで、これから龍騎さんは、その時あなたは、自分が知っている情報を彼としないこともできます。さあ、どちらを。なるほど。では龍騎さんは、何もかも知らない状態で、元の世界に戻ることになります。そこで起こる出来事は、けれど、それも一つ、私はその、それではまあ、すぐにお会いすること、さようなら。ところ、フレイヤーと、フレイ、フレイ、
そうですか。では龍騎さんは何もかも知っている状態で元の世界に戻ることになります。その結果、果たしてそれが本当に死だ、私はその選択を尊重します。それではまた、さようなら、フレイヤ。龍騎、しぐれは？さあ、なんか私、ボダイさん、しぐれさんは？ついさっきまで。はあ、どうせまたいつも。いつも幻覚よ、きっと疲れてるんだと。Thank you.